皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今回の企画、見ていただいて分かる通り、今テント泊装備がここにあるんです。前回がね、パッキングの基本っていう話をさせていただいたんですけれども、実際どういう風にパッキング実際やってるのをお見せしたいかなと思っております。パッキングにはコツがあるんです。どういう順番に入れていけばいいとか大体決まってます。細かくは前回動画見ていただければ理論的なことは分かると思うんですけれども、今回は具体事例とか裏技、ご紹介、していけたらなと思っております。ぜひね、パッキングに始まりパッキングに終わる、パッキングが上手ければ上りとか下りとかも楽です、重心とかも楽です。でよく使うもの使わないものをはっきりさせて効率的なパッキング、していただければ登山が楽しく安全になるんじゃないかなと思います。それではパッキング具体事例編始まります。これ雑然と並べてるようで種類分けをしております。上にあるね、置いてあるものがあると思うんですけど、これがねザックの下部に入れるものです。ダウン系統とか軽くてほぼ使わない、テント泊の時にやっと使うぐらい、行動中には全く使わないであろう、ほぼ使わないかつ軽いもので、下これがねザック中間背中部に入れるものなんですけど、これが食料関係、こちらがテント、ポール合わせてテントセットですね。これが電気系統です。で緊急時っていう感じで、ここに関してはザックの中間背中部、重いもの、一番重いものを入れます。たまに使うものかつ中間外側部に入れるものです。軽いものですね、軽いものを入れるといいとされていて、たまにレインの下ですね、これレインウェアとか雨が降った時にしか使わないんでたまに使うものです。でこれが行動着ですね、トレイルアクションパーカーです。一番上に来るものとね、よく使うものかつこの比較的軽いもの、手袋ってよく使うんですよね。トイレセットですね、携帯トイレとかが入っている行動食ですね。なんでこの3つがザックの上部にあると使いやすいですね。よく使うものかもしれない。トイレはあんま使わないかもしれないんですけれども、出しやすい位置にあった方がいいと思います。最後、こちらですね。具体的なザックとマット、傘、ポール、ヘルメット。今回ヘルメットをつける場合っていう感じで話していこうかなと思います。これだけたくさんあるんですけれども、種類によってどこに入れるか、もう上部なのか中間部なのか、背中側なのか外側なのか、上部に入れるものとか分かれていると。はい、てな感じで、だいたいこれはいつも下に入れるもの、中間の背中側に入れるもの、外側に入れるもの、上に入れるものっていうのを瞬時に自分の中でルールを決めとけばいいと思います。このまず種類分けっていうところと、どこに入れるかっていうところを頭に入れること。これが大事です。パッキングをしていこうかなと思います。モンベルのグラナイトパックを利用したいかなと思ってます。ジャンル分けがあると思うんですけど、まず一番下に入れなきゃいけないものは軽くてほぼ使わないものです。例えば寝袋ですね。あんまり考えすぎなくていいです。もう下にとりあえず打ち込むじゃないですか。軽くてほぼ使わないもの、ダウン系統ですね。これも一番下にどんどんこうやって入れていきます。綺麗に出るとか考えなくていいです。まずはダウンとかシュラフっていうのは重さでどんどん下に物なので、なんで一番最初いけないのは枕とかですね。あとはマット、エアマットです。で今、入れ切ったんですけど、ちょっとこの中見てください。ちょっと見えづらいんですけど、結構適当に入れてるじゃないですか。適当に入れてていいんですけど、一旦これ全部下に押し込みます。こう見ていただいて分かると思うんですけど、ザックのね前の方とかどんどんね行くんで、なるべく前の方にして、よいしょ、下ちゃんと全て入ってる状態にします。で次はねポールですね。重くてほぼ使わないものかな。でこれは中間背中部ですね。はい、ちょっと見ていただいて、これですね、ほんと中間の背中の部分見えますかね。はい、に入れます。まずは重いもの系統、これが食料関係ですね。一旦背中側に適当に入れます。あんま考えなくていいです。で電気系統ですね。はい、で見てください。一旦背中、中間部に入れるぐらいの認識でいいです。ここから中間外側、軽くてたまに使うものになります。レインウェアとかはそのまま入れちゃっていいと思います。さっき入れた外側のところって隙間がすごいある。こういうレインウェアとかを外側の隙間にどんどん、行動着とかねを外側にどんどんこうやって入れる。でこうやって見ていただいて分かると思うんですけど、今外側の部分、レインウェアであったりとかね、行動着とかを入れることによって無理なく全て入っている状態を今作っています。最後、よく使うものかつ比較的軽いもの、例えば携帯トイレとか使う可能性があるじゃないですか。
なので上の部分にやると便利です。あと手袋ですね。手袋も上の方をやるといいです。行動食関係ですね。行動食関係を食べたりとか、しますので上の部分にパッと入れます。締めていくと比較的ちゃんとした重量とかね、荷重が考えられたパッキングになっています。付けをしてパッキング全てが終わるんですけれども、まずこれポールですよね。ポールの基本がこうやって下のね輪っかをそれに入れてこうやってやる。これは NG です。しっかり固定されてないじゃないですか。ポールをつけるときはしっかりねこう回して回すじゃないですか。そうするとここが固定されるんです。上の方をつけてあげると動かないね、これを2個やったり、本当これ基本的なことなんですけど、たまにできてない人がいたりします。落としちゃったりとか抜けたりすることほぼないと思うんですけど、しっかりこうくるくるをして、つけてあげるのが一番動かないのでいいかなと思います。傘を横に刺すじゃないですか。横にこうやって刺してあげるじゃないですか。ここをしっかり締め上げない人がいると思うんですよね。この締め上げっていうのは絶対にこうしてあげてください。で理由っていうのは物が落ちないよう、あとはザック自体が綺麗になります。見た感じがね、逆側とかですね、まあ、こういうね、例えばマットをつけてあげると。上だけじゃなくて、例えば2個下でつけれるものがあれば、下もしっかりこうつけてあげる。ブランブランしないんですね。だからこうやって今見ていただけて、全てが硬い状態に今できています。たまにね、別に NG じゃないんですけど、あんまりよろしくないのが、こういうカラビナ、なんでもかんでもカラビナにつけて、こうやってやってるケースあるじゃないですか。動いた時にこう揺れるんですよね。で、これが人に当たったりとか、例えば岩とかに当たったり、これ自体が傷ついちゃうんで、なるべくは、まあ、カラビナってこうつけやすいし、中に入らないものを持っていけるからいいっていう側面もあるんですけど、カラビナは使わずに中に入れてあげるのがいいと思います。なんで私はこれは外付けは基本私はしない考えです。こういうヘルメットたまにいるんですけど、カラビナをつけて、まあ、こういう風に止める、あんまりよろしくないというか、ヘルメットがどんどん傷ついちゃうんです。カラビナでこうやってやってブランブランする状態ではつけない方がいいです。でもう一個よく見るのはね、ヘルメットのこの、まあ、ヘルメットのここ、こういうのでつけてやってる人もいるんですけど、これも同じくブランブランしちゃうんで、人に当たったりとか、これのヘルメット自体がどんどん傷ついていっちゃうんで、あんまりよろしくないです。ヘルメットホルダーを外付けしてこうつけてあげるとか、もしヘルメットホルダー自体お持ちじゃない方がいるんだったら、こういう外側につけていく、こういうものを外付けする時のコツっていうのが、しっかり締め付けてあげてブランブランしないようにするっていうのが大事って言ったので、ヘルメットをもしザックにつけるんだったらどうするかっていうのをお見せしたいと思います。例えばね、こういう穴とかがあったら、こう紐をね、例えばこう通してあげるじゃないですか。例えばですけど、私の場合だったらここにこうつけると。で、その時にしっかりここがどれだけ固定されるかっていうのを見てあげる。で、固定が甘かったら引っ張って固定を強くするんですね。で、そうするとほぼ動かないじゃないですか。じゃあちょっと立ってみますけど、立てる状態で動かした時にしっかり紐を締めてるんで何も動かないと思うんですよね。つけてるのは。で、これが何かブランブランとかしてると壁とかに当たったりとかバランスを崩したりしやすいんで、しっかり締め上げてあげることが大事です。で、今こうザック全体的にバランスがいいかであったりとか、かっこよくパッキングができてるかとか、片方に重心が寄ってないかとかも見てあげるといいと思います。横に水を入れたりとか、使いやすいようにアレンジしていただければいいんじゃないかなと思います。どうでしたか、パッキング編。実際にやってるパッキングのやり方っていうところをお見せしました。最後にね、簡単にまとめちゃうと、場所ごと利用頻度ごとにある程度自分が何を入れるか、どこに何を入れるかっていうのを事前に決めておくと、パッキング中の入れる作業自体は早くなります。入れる段階で綺麗に入れようって考えなくていいです。まずはその種類のものを押し込んで圧縮していく、次のものを入れて例えば外側のものとかで埋めていく、隙間なく入れるっていうのが大事です。あともう一個が、容量ギリギリに入れるのはあんまり良くないです。20リッターぐらいのザックに25リッターぐらい入れちゃうこと。例えば雨とかに濡れた時って、
膨張して中のものが膨らんじゃったりするんですよね。あの家でパッキングするのと、外で急いでパッキングするのとなかなか綺麗に入れる、家ほど綺麗に詰め切れないんです。だからやっぱりゆとりを少し持ってほしいかなと思ってます。外付けについては基本的には締め上げ締め上げ締め上げて、物が全て動かないようにする、カラビナとか不用意なものをつけてグラン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 させないように、まあ、してあげる。スタイリッシュでかっこいいかなと。私もこれ私なりのですかね、言葉で今外付けいろいろしてるんですけど、例えば岩場とか人が多いところだったら、幅が広くなって邪魔になっちゃったりするんで、場所を考えるとか外付け自体を減らすとか、シンプルな外付けにするとか、そういう風にしてあげると、まあ、TPO に合ったパッキングにもなるかなと思います。ちょっと難しい撮影でしたね。本チャンネル、登山にまつわる情報の発信いろいろ上げてるチャンネルになります。応援してください。じゃあ今日はそんな感じで終わります。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひまた見てください。以上です。